はい、皆さんは1月から12月までの月で、あれ ?7 月は30日だっただろうか、31日だっただろうか、6月は30日だっただろうか、31日あっただろうかって悩んだことはありませんか？それを簡単にする、簡単にわかる方法、携帯用でわかるんですけど、それがないときに手でわかる方法があります。これです。この出っ張ってる、骨の出っ張ってる部分が、を使います。そしてへこんでる部分と出っ張ってる部分、へこんでる部分と出っ張ってる部分、ちょっとバカいぐらいですね、俺の手が。出っ張ってる部分から始まって、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月となります。これで数えていくと、2月のうるう年があるときは、もうそこはもう無視してください。28日と29日があります。2月はまあ関係ないとして、他は1月は31日、2月はまあ無視、まあゼロって考えてくださいね。2月はまあ関係ないです。これで1月、2月、3月。3月は何日あるかなーっていうと31日です。ちょっと説明が悪いですけど、この出っ張ってるとこが1と考え、1がつくと31日。ここの出っ張ってる部分は全部31日。へこんでる部分が0、つまり30日。これでいくと、ここで1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月。4月と8月がなんと出っ張ってるので31日ずつとなります。これを覚えてると、ちょっとした便利さがありますよ。ではで